ん。先に言っておくけど、意識の実者は実体での勝負に興味はないんだ。でも確かにカルラの長編因子はすごいね。彼女がどこまで突き進むのか想像できないよ。ただ結果を言えば、彼女こそが最強の負荷だ。うい天変万象を破るカルラ。5万年の中で彼女が人為的崩落に入った回数はわずか。カルラの因子がもたらす生命力と記憶力のおかげで、彼女は不滅を誇るだけじゃない。馴染みのある技を生かした拳と足、2つの体勢を自由に切り替えられるんだ。負荷の通常攻撃は5連撃で、腕攻やすね当てを用いて猛攻を仕掛ける。奇形が最大になったら攻撃ボタン長押しで今の体勢の分岐攻撃を放つ。簡単に言うと、両側のアイコンが光ったら攻撃ボタン長押しで発動でき、さらに2種の連携攻撃を放てるんだ。分岐後、武器ボタンで連携攻撃を発動すると別の体勢に入り、通常攻撃の炎ダメージがアップ。分岐後に攻撃ボタンを押すと連携攻撃を発動。拳の体勢では敵を叩き落とす。足の体勢では蹴りと踏み攻撃を仕掛ける。分岐、連携、反撃を3回発動すると深淵を灯す。深淵消費で発動する強化連携攻撃は高い炎ダメージを与えられるよ。どの体勢にも強化連携攻撃があるんだ。移動せずに回避ボタンを押すと反撃の構えを取り、防御成功または攻撃ボタンで極限回避スキルを発動でき、その体勢の反撃攻撃を放つ。必殺技は HP を全消費する一撃を放ち、大量の炎ダメージを与え、その後長編因子の力で HP を回復させる。また HP がゼロになった時は10名が自動発動して HP を回復できるけど、その代わりデバフ効果が一定時間付与されるよ。はあ、ようやく来たね。仲間がバフ効果を付与した後に QTE 出場し、回避ボタンで反撃の構えを取り、反撃を仕掛け、分岐、連携攻撃を発動し体勢を切り替える。通常攻撃のダメージを上げつつ、再び攻撃ボタン長押しで分岐を放ち、強化連携攻撃を発動。最後は必殺技で終わらせるんだ。イニシエの楽園では2つの戦い方をおすすめするよ。まずは極系、原石、乾燥の祝福を選ぼう。この組み合わせは通常攻撃を最大限活用できる。通常攻撃で残影を生成し、炎ダメージを与えつつ必殺技で決めるといい。または主演、連綿、乾燥の祝福で分岐攻撃の効果を強化する。分岐攻撃、連携攻撃、強化連携攻撃を連続発動し、その後キャラが光るタイミングで反撃を仕掛け、最後は必殺技で敵を一掃するんだ。はあ、彼女は最初からそうだった。どんな敵とでも最前線で戦おうとする。それなら敵が空気を読んでくれるのを願うしかない。最強の僕年人だから貧茶の時間に間に合うだろうけどね。